音出る、出てる、出てないっぽいよね。音出てない。出てないな。参りましたね。鼻眼科。僕は鼻くそほじり病っていう一種の病気の中でも最下位から数えて3番目ぐらいにくだらない病気だと思ってるけど、かさぶたになってるっていう鼻の中で。鼻の穴でかくなら、いや全然。鼻くそほじり病は厄介な病気で、一回鼻の中にかさぶたができ始めると一生そのかさぶた鼻くそと一緒に取れるから一生治らないっていう厄介な病気だが、メリットも一つあって、まあまあ鼻の掃除が楽になるよね。かさぶたごと一気に取れるから、なんか鼻の中にシートが一枚できてて、それを取れれば鼻全面的に掃除できると。声響いてる？マジで？いやだから音鳴ってないでしょ。あ、来た来た来た、これ鳴ったんじゃない？鼻くそほじり続けてる、出ると鼻取れるって母親に言われてやめた。あーでもそれ使えるな。ちょっと大きいか。母親それ嘘も方便だね。鼻くそほじり続けると鼻が取れる、じゃあケツも取れるんじゃない？同じ理屈でうんちし続けてればなあそれ母親に聞いてきてくれじゃあうんちはって言ってきて、うんちし続けてたらお尻取れるんですかって、じゃあおしっこはって言ってきて。音でかいかい？あ、まだでかそうだね。鼻くそがでかいんだか音がでかいんだかわかんないから、どっちかしてくれ。主語が、主語が鼻がでかいのか音がでかいのか態度がでかいのか、どれかにしてくれ。主語がまだでかいか、こんなもんかな。まだでかいか。サガちゃんのコイル音がでかい。こんな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 もんですか。